ザリア。こんな感じですよ。でね、これが割と今のでもインパクトあったでしょ。まあビートルズのねこの原曲のインパクトはね本当にすごかったですからね。それで次に何をするかっていうと、今撮ったパート、まずメインパート、メインパートを今撮ったやつが3つ合わせるとこれですね。He's a real nowhere man。 で、ね、声の加工に関しては、いつもラジオで歌ってる状態の、まあリバーブとディレイを薄くかけた状態なので残響は残ってますが、これに、ちょっとイコライザーとかを、それからコンプレッサーとかをかけたエフェクトをあらかじめ、いくつか用意しておきました。でそれをかけるとどんな感じになるかと、まあこのメインパートに関してはねあんまり変わんないんですが、こんな感じになります。 He's a real nowhere man。 そんなに変わらないですよね。 Sitting in his nowhere land。 ちょっとこう音が前に出てくるようなね、ボーカルが3人並んでて真ん中のメインパートの人だけ一歩前に出て歌うような、そういう感じですかね。そういう音作りに今なっております。曲名ね、曲名はノーウェアマンですね。書いてもらってますけど。そして、続いて何をやるか、どうしようかな。高いパートを3人で、加工なしで歌ったやつがこれになります。 He's a real nowhere man sitting in his nowhere ね。この状態でも割と綺麗ですが、どうするかというと、こっからがね、ヘッドホンしてる人としてない人で全然変わってくるところなんで、おーってなると思います。いわゆるパンを振るという作業なんですけど、今、3人が、同じパートを歌った、高音担当の3人が、同じ場所に今、みんな真ん中に一箇所に、ステージで言うとね、真ん中の一箇所にぐちゃっと、一つの点に、寄り合って立ってる状態なんですけど、この3人をちょっとばらけてもらいます。ちょっとこの高いパートの人は右寄りに動いてもらいます。ま、簡単にそうだな、1人だけでやるとこれヘッドホンしてない人はちょっと分かりにくいかもしれませんが、今これ真ん中に立ってる状態ずらすとこうですね。これ今右、これ左に動かすとこう、ね、ヘッドホンの人はよくわかるでしょ。でこれを、移動するでしょ。これがパンってやつなんですけど、これをね3人同じ位置じゃなくて、3人のうち1人はほぼ真ん中にいてもらって、で、3人のうちもう1人はちょっと右寄りで、で残る一人はかなり右端寄りに移動してもらいます。その位置を変えて3人で歌ってもらうとどうなるかっていうとこうなります。 He's a real nowhere man sitting in his nowhere land making all his nowhere plans for nobodyね、奥行き、そうそうそう、奥行きが出るんですね。 Doesn't have a point of view。 これでね、さらに、イコライザー、それから、コンプレッサーなどの少しお化粧をしてあげます。演出をね、加えてあげるとこういう感じになります。 He's a real nowhere man。 さっきと違い分かりますかね。ちょっとね、後ろに下がってもらった感じになりますね。奥に、音で言うと奥に下がるような感じですね。メインパートじゃないので、メインパートの人が前に出てもらって、で、ハモリの人は一歩下がってもらうと。そういう感じになります。もう一回ちょっと流してみようかな。He's a real nowhere man sitting in his nowhere land making all his nowhere plans for nobody。 なになに？ちょっと今コメント見たら、手術1141番さん、
なんとなんと、耳の手術、ああ、成功を祈ります。ね、こういう時ね、あれなんですよ。頑張れっていうのがね、実はね、あんまり良くないんですよ。皆さん覚えといてください。僕もね、10秒経験者なんで、病人は結構みんな頑張ってるんですよ。黙ってもね。で、頑張ってる人に、頑張れ、頑張ってんのに頑張れって言われるとね、追い詰められるんですよね、人って。だから、まあ、お大事にとか、そんな感じがいいと思います。ね、1141番さん。だから成功、手術の成功を祈っております。よかった。なんか、ここでね、エログロの下ネタとか言ってる時に、明日手術ですとか言われたら、結構空気大変でしたけど、一応真面目なハモリマショーをやってたんでね。さあさあ。そうですね、うつ病の人とかね、そういう人にもね、頑張れ頑張れってね、あんまり言わない方が、いいと思います。自分に言う言葉です、頑張れっていうのは。ね、鏡に向かってどんどん言いましょう、ね、意外とね人ってね頑張ってるんですよね、うん、言わなくてもそうそうそう、だからまあそれか自分のなんだろう、後輩とかねお弟子さんとかそういう立場上の上下のある場合は言ってもいいと思うんですけどね、うん、いや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 、さあお大事にということで、さて続いていきましょう。今何やってたっけ？パンを振ったんですよね。右に振りました。で、右に振って、あとは、ちょっと後ろに下がってもらったというところまでやりました。そして、続いて、今度、下パートを歌ってた方は、どんなやつだったかというと、3人で、真ん中で歌ってもらうと、3人で真ん中で歌ってもらうと、こうでした。He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't I- ね、これがまだ、加工をほとんどしてない状態です。で、これに、まずパンを振ります。三人、下パートを歌ってる三人のうち、一人をちょっと左に、そして、残る一人を思いっきり左に移動してもらうと、こうなります。He's a real nowhere man. ヘッドホンの人は、よくわかると思います。どうでしょうかね。ちょっと感想。ね、全然違いますよね。これがね、この、ステレオ感が今までね、ニコ生でできなかったんですよね。で、やっとステレオになったから、ずっとね、本当はやりたかったことなんですよ。だから、ちょうど良かったですよ。あの、FME をね、導入できるようになって。で、今の、3人に、ちょっとステージの奥に移動してもらうような、音を奥にする加工をすると、こんな感じです。He's a real nowhere man.Sitting in his nowhere land. ね、こんな感じになります。ちなみに、あとね、そろそろ、これでね、加工もほぼ終わったんで、あとはドーンとね、完成版を一気に皆さんに聞いてもらって、ちびってもらうとこですが、真ん中パートの、あーらららららっていうとこあったでしょ。あれ、後ろの二人だけで歌ってもらうと、どうなるかっていうのをね、ちょろっと紹介します。これがまたいいラインなんですよね。コードの美味しい音を拾って、この3人、でピアノもいるとこんな感じ。あーらららら、あーらららら、ね、なかなか綺麗でしょ。ゴージャスな感じでしょ。これがねハモリの楽しさなんですよね。ボケー行くぜー、お前ら行くぜー、時間大丈夫だよな。では、完成版を、今までやったことを全部ミックスして、流しちゃうけどいいかしら。
明日手術を控えている1141番さんでしたっけ47番さんでしたっけ、のために、これをね、聞いていただきたいと思います。ハモりましょう農家マンの完成バージョンです。He's a real nowhere man sitting in his nowhere land making all his nowhere plans for nobody doesn't have a point of view knows not where he's going to isn't heA bit like you and me Nowhere man Please listen You don't know what you're missing Nowhere man The world is at your back He's a real nowhere man SittingNowhere plans for nobody Making all his nowhere plans for nobody Making all his nowhere plans for nobody ということで、いかがでしたでしょうか。あ滝のように滝のようにね、結構綺麗にいったでしょ。このやっぱりねノーウェアマンがね非常にやっぱりハモリのシンプルでしかも綺麗な曲の僕の中でね代表なんですよね。他にも、まあ、ハモリで有名な曲いっぱいあるんですけど、まあメロディラインを歌うのが難しかったりとかいろいろあるんですけど、そうそうボヘミアンラプソディとかはね難しい系の代表ですよ。これがね一番シンプルでノーウェアマンがね一番シンプルな曲なのでそれで選んでやってみました。あーね、41番さん、手術がね無事に成功するといいなと、今ここにいる何十人か何百人かで、皆さんが応援しておりますね。さあ今度ボヘミアン頼むとちょっとねあれはね、まあ、あのすっごい時間かかるんでね何百時間とかかるし実際にそのぐらいかけた曲だしねまあ無理です時間がいくらあっても足りないです、まあ、ちなみに延長はもうできましたのでもうちょっとやれますが、じゃあピアノのないバージョンいきましょうか。いろいろねこういうハモリを取った後ってねいろいろカラオケを聞いてみたりとか声だけのハモリを聞いてみたりするのもね結構楽しいんですよね。まあ、ちょっと雑音が入ってるんで後ろにいろんな音聞こえちゃうんですけどそれでもまあ綺麗に聞こえると思います。 He's a real nowhere man Sitting in his nowhere landMaking all his nowhere plans for nobody Doesn't have a point of view Knows not where he's going to Isn't he a bit like you and me Nowhere man Please listenYou don't know what you're missing Nowhere man The world is at your command He's a real nowhere man Sitting in his nowhere land Making all
is nowhere plans for nobody. Making all his nowhere plans for nobody. Making all his nowhere plans for nobody.と、まあ、いうことで、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ハモりましょうでした。ありがとうございました。